ヒメハマトビムシは日本全国の海岸に生息する小型の陸生甲殻類である。体長は15ミリメートル程度。多くの文献においてヒメハマトビムシという和名はオルケスティアプラテンシスあるいはプラトケスティアプラテンシスに対応されてきた。しかし2004年に真のプラトケスティアプラテンシスはアジアに分布しないとの知見が示され台湾の標本をもとに プラトケスティア・パシフィカという新種が記載された。台湾のプラトケスティア・プラテンシスがプラトケスティア・パシフィカに置換されたことから、日本においても同様の処遇が行われ、姫浜飛び虫に対応する学名は、プラトケスティア・パシフィカとされた。その後、森の向井は、この対応を認めつつも、これまでプラトケスティア・プラテンシスと同定されてきたサンプルに、 プラトケスティア・ジョイが含まれることを示唆し、ヒメハマトムシに対応する学名として、暫定的に、プラトケスティア・ジョイを当てた。現段階で、従来、ヒメハマトムシと呼ばれていた、分類群に対応しうる学名は、未確定であり、2種あるいは3種以上が内包されている、可能性も示されている。ありがとうございます。